タリアワールドウェーブレディオ、ヘタリラザビューティフルワールド。ラジオをお聞きの皆さん、ボンジュール。アニメヘタリアザビューティフルワールド、フランス役小野坂雅也です。そして皆さんハロー、アニメヘタリアザビューティフルワールド、アメリカ役の小西和幸でございます。何このヘタリアザビューティフルワールドっていうタイトルなの？そうですよ、今のヘタリア第5期は。あ、マジで？そう、ヘタリアザビューティフルワールドまでがタイトル。ヘタリア Z じゃないんだ。Z じゃない。それ違いですね。なんだやってる。さて、悪魔のやつでしょ。ヘタリラ、ザ、はい、ビューティフルワールドは、はい、各パーソナリティが交代でお届けする、ウェーブラジオ番組です。もう本当にさっきね、食べたせいですよ。何ですか？さっきサンドイッチ食べたせいですよ。何ですか？ゲップを我慢するんじゃない。何ですか？朝から仕事やらされてる。俺朝このスタジオにいて、またここに戻ってきたんですよ。ねえ、本当にずっとここが良かったわ。なんで俺と小西くんのスケジュール合ってる時に2本も飛ばされんのかね。この前ね、お助けに行って、うん、まあ、今回だからあれですよ、うん、きっとこのヘタリアンのラジオをお助けするっていう体なんじゃないですか。じゃあカメラ持ってこいよ。お助けやったらカメラ持って持ってこいや。つってか疲れて口も回ってますよ。しんどいね。バカじゃない。今回のフランス編は私、はいはい、小野坂雅也がメインパーソナリティとして発信いたします。だって、はい、発信しなくてもいいってことですか？発信しないとレディオにならないんだね。多分だけどね、わかんないけど。そうか、うん、じゃ発信した方がいいんだ。発信した方がいいんだよ。ペリッペリ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 発信しました。俺これメール欲しいな、みんなから。みんなはどうやって受け止めたのかっていう、この発信からペペペペペから何をみんな受け取ったのか聞きたい。そうだね、すごい。まあツイッターとか生放送だったらよかったよね。これでもヘタリアのね、うん、ファンであって、はい、まあ、まさにその中でもフランスファンの人が、うん、やった、今回フランス編だわっつって聞いてくれるわけだから、俺の気持ちは。じゃあもうちょっとやる気出して。ペペ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 、発信者はやる気ものすげえ出てる声ですよこれ。さあ、じゃあヘタリアワールドウェーブレディオ、ヘタリラ、ヘタリラザビューティフルワールド、フランス編その1です。今回のジョーク、ワインと女性は似ているね。コルクを抜いてすぐは味がまだ浅く、ウイウイしい10代の生娘のような味。しばらくするとワインは外の空気と融合して、味に派手さと華やかさが次第に増してくる。恋と仕事に生きがいを感じる20代の女性だ。さらに時間が経つと30代以上の淑女のような深みと豊かさが味わえるんだ。でもワインと女性には一つだけ大きな違いがある。はい、ワインはコルクを抜いて味わうけど、女性はコルクをボンジュンで味わうんだよ。女性はコルクをっていうよりも、女性のにを入れて中でするっていうことで味わうんですけどね。まあ、今回のジョークはラジオネームトレビアンなあなたに抱かれたい15歳。これがこのペンネームが、ごめんなさい、これが本当の年齢だとしたら、あなたのファンの育て方は間違っているよ。ごめんなさーい。今のところカットします。トレビアンのあなたに抱かれたい15歳の少女さんからのものでしたということでね。はい、まあ15歳ですからね。まあワインってきっと、あれなんでしょうね。大人っぽいものっていう代名詞なんでしょうね。だからこういう風に書いちゃったのかな。ね。大人になったらわかるけどね。子はコルクより太いよ。世界のパソコンから。急に言い方変えたね。さあ、何ですかこのコーナーは。はい、というわけで、いわゆる普通音のコーナーということで、原作やアニメの感想を書く、パーソナリティへの質問、メッセージ、リクエストを紹介していますが。ウェーブアニメだからね。うん、なかなかね、良かったです、今回の何々編は、みたいなね、アニメの感想聞けないもんね。そうなんですよね。さあ、というわけで、まずは、
アニメの感想の方から紹介しますよ。お願いします。ラジオネームアリスさんがいただきました。ありがとうございます。アリス、アリス。大阪さん、クリスさん、ボンジュー。アリス。あ、ボンジュー。ボンジュー。大阪さん好きです。大ファンです。大阪さん大ファンです。おー、アリス。フランス好きです。俺も大好きだよ。はい、というわけで、ヘタリア、5期、5話見ました。メインがフランス兄ちゃんということで、ワクワクさんから見たのですが。そうだったのですが、ありがとうございます。フランス兄ちゃんが、かっこすぎてやばい、かっこすぎてってなんで、かっこよすぎてだろ、かっこよすぎてやばい、はい、うん。前の変態っぽいフランス兄ちゃんはいずこへ。あ、大丈夫だよ。だけど、うん、一番好きなキャラと声優さんは、イギリスさんと杉山さんです。杉山さんのご活躍、これからも期待してます。何、アリスさんはもう二度と送ってこないで。何言ってんの、アリスちゃんは。杉山くんのとこに送んなさいよ、あんた。でも、かっこすぎてやばいんだって。そん関係ねえよ、お前。かっこよすぎて。これは、フランスさんがかっこよすぎて。フランスさんがかっこよすぎてっていうのは、うん、一番好きなキャラの声優さんはイギリスさんを立てようとする、この枕言葉でしょ。じゃあ違うの読みますよ。お願いしますよ。はい、わかりました。ラジオネーム、のぞみさんがいただきました。のぞみさん、ありがとう。小野坂さん、小西さん、ボンジュー。こんにちは。最近、ヘタリアのアニメを見ると、うん、フランスが小野坂さん本人に見えてきてしまって集中できません。かっこ笑い、うん。フランスは小野坂さんまんまって感じですよね。うん、ありがとう。でも、小野坂さんもフランス兄ちゃんも、好きなので応援しています、うん、ありがとう。一番はイギリスですね。おい、もう望みよ、お前。おじ、杉山くんの時歌なんか送ってこいよ、お前。杉山くんの回もう終わっちゃいましたもんね。終わったんだったら杉山くんももう終わった人間だよ、バカ。望みも終わった人間なんだよ。アリスと望みはもう終わった人間だから、お前送ってくんなよ、お前。何考えてんの。そんなことない。小野坂さんのね、応援のね、うん、メールもたくさん来てますよ。お前避けてるだろ。避けてないですよ。俺のメール避けてんだろ。だって読んでくれって言われたのがこれとこれだったから、うん、俺はもう悪意を感じるな、こいつら。こいつら。俺はただこのいただいたものを読むしかないんです、うんうん、なるほど。じゃあしょうがない。ね、あの皆さんからの感想を曲げて読むこともできないじゃないですか。本当、それはそうだ。やっぱ真実をやっぱり伝えていきましょう、ね、こういうラジオはね。仕方がない、それはごめんなさい、小西さん。はい、じゃあ悪かったです。いいです。ちゃんとしたメールもございますので。ちゃんとしたメールを読んでください、最初から。はい、わかりました。ラジオネーム、骨の成分さんがいただきました。骨の成分さん。女性です。うん。大阪さん、小西さん、ボンジュー。ボンジュー。私はフランス兄ちゃんが大好きです。あ、本当の人だ。大好きでーす。骨の成分が、うん、兄さんのあの美貌にいろんな意味でやられています、うん、なるほどね。そこで小野坂さんに質問なのですが、うん、小野坂さんは何か美容に気をつけていることなどありますか。なるほど。小野坂さん飲んでますか。小西君って、うん、サプリ飲まないの。全然飲まないですよ。健康。うちの事務所ってサプリ飲むやつめっちゃ多いじゃん、うん、お手入れ太郎。あいつ片方の手のひらに痩せるやつでしょ。それもそうなんだけど、うん、あれサプリもいっぱい入ってるのよ。ビタミン剤とか、うん、でやっぱり現代人の生活にね、うんうん、サプリは欠かせないわけですよ、うん、なぜなら昔の野菜と違って今の野菜はもう味がしなくなるような加工されてるじゃないですか。だから子供とか食べれるじゃん、うん、人参とかピーマンとかさ、うんうんうん、で昔俺たちがさ子供の頃に食べてたピーマンとかってものすげえ臭かったでしょ。臭いし苦いしね。そうそうそう、 あれもうなくなってるでしょ。え、そうなんですか。そうだよ。だからもう今は苦いピーマンも苦い、もうピーマンじゃないよそれ。臭い人参もねえんだよ。うわ、だからそれだけビタミンが減ってきてるってことだよ。じゃあダメだ。イコールコエンザイム Q10 を飲みなさいってことだよ。ね。そんなに薬に頼っていいわけですか。でも薬じゃないんだ、あれはサプリだ。サプリと薬と俺の目をよく見ろ。サプリだ。サプリだ。よく見ろ。その目は何を表現する。サプリはどっちかっていうと食べ物だ。目より言い方でしょ。サプリだ。サプリはサプリと薬品ではなく薬はどういう感じなの。薬は、うん、薬。目ね、目、やっぱり目違うわ、目違うわ。薬。目が半目になってる。薬。サプリ。サプリ。薬品は薬品。薬品。薬品、僕薬品。江頭さんみたいになってますよ。先輩面白いな。あれですよね、僕らをほら、うん、喉にさ、異常に気をつけるじゃないですか。気をつけますね。喉に気をつけるということは、はい、一番気にすることってほら、加湿じゃないですか。うん、そうですね。それって美容に一番必要なもんだから、うん、細胞ってどんどんね、衰えていくと、うん、水分が抜けるっていうのが一番衰えの原因ですから、シワの原因とかもね。そうすると何を飲むんですか？サプリだよ。サプリだお前。いつ飲むんですか？ん？いつ？そんなのあった俺。今までやったそんなの。どう
夜。おかしい。今でしょって言ってくれるからな。ああ、ごめんなさい。失敗しちゃったー。先輩、さっき言ってたのに。今でしょ。ここ、うまくつまんでくれる。なるほどね。サプリね。さ、次行きましょうかね。次行くんだ。美容に気をつけていること。今はそう、ごめんなさい。それでいいです。小泉宮殿飲んでください。充電ね。はい。じゃあもう一つかな。何アルピンさんがいただきました。ありがとうございます。アルピンさん。モサさん、コリスさん、ボンジュール。ボンジュール。初投稿です。ありがとうございます。最初で最後かもしれないよ、うん。初めてのヘタリラーからずっと、ラジオ聞いております。ありがとう。私が去ろうとも、あなたは残るのフランス兄さん。うん、イケメンすぎて直視できませんでした。うん、原作でも勝ち泣きして、アニメでも泣いていました。どうでもいいことですか、うん、パーソナリティさんの携帯はガラケーですか、いいスマホですか、ちょっと本当にどうでもよくなってきてるね。今までね、アニメの話書いてくれてたのに。関係ねえ、関係ないね、なんかどうでもいいことになってきてるね。ちょっと待って、これアニメの感想を紹介するとこだろ、これ。ね、ただの普通だな、これ。ガラケーの話になってるね。まあいいか、ここまで読んだら読もう。うん、ちなみに私はまだガラケーで、少し不便さを感じています。買おうとしたら、リンゴ社とアンドロイド、どっちが使いやすいですか？ああ、なるほど。僕はね、完全にね、アンドロイド派なの、ね。なぜですか、それは。アンドロイド。アンドロイド、ボンジュール。あれ、本当に、あの CM を見るために、マツケンさんどうしたんだろうと思って、だ最初にね、あの CM を見たときに、あの、クロスみたいなの着てるの、あれ誰だろう、マツケンさんじゃなくて、あの、振り付けしてる方いるじゃないですか。うん、なるほど。あの人かと思って、足上げる人ね。そうそう、あの人かと思って、うん、よーく何回か顔見てたら、うん、マツケンさんだと。あれは、マツケンさんなのよ。どうしたの、マツケンさんは。しかも、アンドロイドって言ってるときに、ちゃんと口でアンドロイドってやってるの、ね。言ってる。偉いね、本当に。すごい、なんでもあるね、うん、大先輩がああいうことしてると、そうですよ。いろんな仕事断っちゃいかんなと思う、ね。本当ですよ。あんたそうだよ、本当に。本当にね。あんた。びっくりしますわ、本当に。締めましょう。もう、締めるの？今ので？いえ、アンドロイドと、答えてないよ。どっちっていうの答えてないよ。答えてないけどいいの？大丈夫？俺はソニーエリクソン使ってますけど、小西さんは？僕はHTC です。アンドロイド。アンドロイド。アンドロイド。まあ、ボンジュール。ボンジュール。はい。締めます。以上、世界のパソコンからのコーナーでした。たくさんのメール、メルスイボクオー。各パーソナリティへのメール、どんどん。ありがとうってことね。杉山くんにどんどん送ってくださいね。お待ちしています。ヘタリラン。The Beautiful World。はい、トレビアン。ループ入ってますよね、ちょっとね。ヘタリラ万博。よー、フランス、遊びに来たよ。なんだこの匂い、臭い。匂いじゃなくて、香りと言ってもらいたいもんだな。ま、田舎者にはこの香りの良さはわからないだろうな。これは何なんだよ。これは男性用のパルファーム香水さ。何を言うてんですか。何言うてんの、わからんの。書いてること言うとんねん。わし書いてること言うとんねん。それは声優の仕事やろ、お前。さあ、というわけで、うん、このコーナーはですね、はい、各キャラクターにちなんだものをね、うん、紹介していこうというコーナーでございますよ。今回はフランスということで、香水なんですね。うん、そうですね。香水ボタンつけますか？つけます。わーお、カレー臭を隠すために。あれ、もう俺だって18ぐらいから。カレー臭がもう出てて、うん、なんでそういう意味じゃないの、ね、耳の後ろと背中から出るんでしょ。そうでしょうね。カレー臭はね。カレー臭を感じたことってあります？ないです。だから自分だから分かんないですよ、きっと。あ、そうか。うん、そうだね。耳の後ろガーってこすって、って匂い嗅いだら、そんな臭かったら結構カレー臭が出てるってことですよ。そんなことする人いるの？はい、香水うんちくでーす。はい。18世紀には香水が一般のものとなりました。うん、ね、1900年代ってこと、はい、1700年代だ。この時代のフランス人には入浴をする、気持ちいい。習慣がなかったので、自分の体臭を隠すため、やっぱそうなんだ、香水が必要だったのです。しかし、当時流行していたのは、ムスクやアンバーといった動物性の香水だったので、うん、ベルサイユ宮殿は、人間の体臭と動物性の香水が混じった悪臭が立ち込めるそうです。地獄やんけ。そこでマリー・アントワネットは、バラやスミレなどの花の香りの香水を作らせたとのことです。さすがマリーさん。まあ、花といえば、シャネルが有名ですけどもね、うん、花の匂いで。そう、スミレの匂いっていうのはまあ、うん、シャネルが多いですもんね。僕ね、全然わかんないんですよ、うん、香水って。マジですか、うん、ここにちょっと買ってきてもらったんですけど、うん、ざっと見て、うん、これは大体、あれなんですよ、はい。植物性のが多いんです。あ、そうなんですか。男も詳しいですね。あ、もちろんです。自分で使う。エルメスとかは動物性のがあるんですよ。うん、
動物好きなんですか、エルメスは。エルメスはムスクが好きなんだね、あそこはね。ね、あのね、皮の匂いと合うから。あ、エルメスってもともと、あの、バグ屋さんだから、うん、あの、革製品が多いのね。バグ屋さん？バグばっかりなんだ、あいつら。もバグってばって言って、ね、そのバグじゃねえ、バカ。怒られるぞ、エルメスに。ね、だから、エルメスは、あの、動物性の匂いが多いの。はい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 。で今回は、これ、まずポール・スミス。これはね、これ何の匂いですか、これ。これはね、オードトワレ。オードトワレ。フランス製。あ、香水とオードトワレの、香水とオードトワレとなんだっけ、なんかあの、違うの知ってる？知らん。オーデコロンと、何が違うか。パルファンってどういう感じですか？パルファン。オードパルファンは？振ったんだったら顔を見ろよ、お前。最後までお前、俺の目んとこお前。パルファン、パルファン。パルファン。見ろよ、お前、これをちゃんとお前。最後まで見たら笑えるんだよ。見ろよって、見ろよって言っても、うん、それ別に聞いてる人は何のことやらさっぱりわからないでしょ。お前が笑えばそれでいいよ。オーデコロンは？オーデコロンは、オーデコロン。オードトワレは？見ろよ！オーデコロンの顔見ろよ、お前。顔はいい顔にしろ。いらないでしょ、顔はラジオなのに。オーデコロンは？オーデコロンは？オーデコロンですか？コロン、コロン、コロン。略してコロン。オーデコロン？オードトワレは？オードトワレ。オーデコロン？コロンってやりたいだけでしょ。やりたいだけ。首曲げたいだけでしょ。香水はね、強いんだけど、オーデコロンはそれを薄めたものみたいなことを昔はよく言ってましたけどね。あ、そうなんですか？でも多分言葉の意味が違うから、きっと本当の意味はいろいろあるんでしょうね。濃度が濃いっていう。感じの。ああ、なるほど。パルファンが一番濃くて、うん、オーデコロンが一番薄いと。そうそう。パルファンってパフュームのことでしょ？だから。パフューム。言いたいだけなんだけど。香水のことね。はいはいはい。で、オーデコロンはもうちょっと軽いものね。はいはいはい。よくお風呂上がりに、こう。うんなんかつけたりする。お風呂上がりにつける？せっかくお風呂入ったのに？うん、あのね。おかしいでしょ、それだって。せっかくお風呂入って汗を流してね。はいはい、で、体を洗って、石鹸のいい匂いします。小西さん。で、上がった時にね、今度また違う匂いつけます。うんうん、おかしいじゃないですか。違うんです、小西さん。オーデコロンとか、パフュームは、お風呂上がりの、ほてった体につけるのが一番正しいんです。え？それなぜかというと、なんて顔すんだよ、体が熱い時に香水をつけると、香水ってアルコール成分が強いから、飛ぶんですよ、熱で。ほう。だから、つける意味がないじゃん。だからあんまり強くならないってこと。なんで、汗もバーってかいてくるし。もうなんか変な中途半端な匂いもするし。あのさ、コロンつける、人って、そんなにもうむちゃくちゃ汗かくような仕事してない人だからさ。お風呂長いこと入ったら汗かくでしょう。ああ、出た時ね。うん。だからそれは収めてくださいよ、まずは。まあ、いつつけるの？だから風呂出てから。今でしょ。ね、間違えたー間違えちゃったーまた間違えちゃったよなるほどね。奥が深いんですね、香水って。そうなんです。だから、あんまり香水が今までね、好きじゃなかった人でも、あ、これ持ってるやつだ、俺。クローム。ということは、うん、これは、ポール・スミスさんの今日用意してもらったのは、オード・トワレだから、うん、ちょっと薄めの感じの匂いってことですね。男の人がつけるのは、香水っていうのはほとんどないんです。ほとんどがオード・トワレです。あ、なるほど。これ、俺使ってますけど、これお風呂上がりの匂いしますよ、ちゃんと。これなんですか？アザ。ん？アズイロって、アザロだ。アザロのクロームですね。あ、それお風呂上がりっぽい。ああ、おっさんの匂いする。おっさんかしら。じゃあやめよう、これからつけんの。おっさんだったらもうやめよう、と。じゃあ、これね、俺、使ったことない。でもこれ、ちょっと匂い強いっすね。あのね、だから消えるのよ、匂いが。オードトワレっていうのはそういうことだから。消していくやつだから。はいはいはい、はい。これも俺使ったことありますけど、ブルガリの。はい。これも同じような匂いです。なんでこんなにね、うん。高いメーカーのさ、香水いっぱい買ってくるんですかね。あ、そこから始まる？予算ないない。そこから始まるミラクル？予算ないないとか言ってるのに。うん。あ、もうさっきこれ、つけたとこつけちゃった。ああ、じゃあ、混ざっちゃうね。匂い、もうめちゃくちゃでわかんねえわ、こちら小西さん。女の子が、はい、大好きだった香水。これ、あ、ブルガリさんいい匂いしますね。ほんと？うん。それ好きなんだ。このね、はいはいはい。女の子がめっちゃ好きだっていう匂いの、上位に、ずっと入ってたこの侍。うんうんあ、この侍はね、多分ね、あの人つけてたんじゃなかったっけ？キムタクとかが。うわ、甘い！違うかったっけ？侍なのに甘い！これは、親日家として知られる彼が最も尊敬する日本の名優、三船敏郎さんをイメージしてプロデュースしたんだって。
アランドロンさんが作ったんだって。あ、そうなの。アランドロン。それでこんなあれなんだ。あ、本当だ。アランドロン社ってなってる。もうなんかいろんな匂いがしてよくわからなくなってるな。うん、こっち、あ、こっちの侍が有名な侍の方だわ、うんうん。こっち俺つけてたことあった。うん。あ、これ懐かしいな。子供の頃思い出す。子供の頃、うん、まだ子供だった頃。38ぐらいか。あ、これはね、ちょっとムスク系が入ってますね。あ、これダメだ俺。これがムスク系の匂いです。あー、結構きついですね。うん。このね、あの、ムスクってジャコウネズミっていうね、うん、匂いが強い動物がいるんですよ。スカンクじゃなくて。あ、スカンクみたいなことです。スカンクはダメなんですか？スカンクのは聞いたことないけど、鼻の匂いとか、うんうん、いい匂いばっかりを集めた香水を作ると、うんうん、匂い嗅いだ時に、くっせってなるんですよ。ああ、なるほど。ジャコウジカ。ジャ、鹿？ジャコウネズミじゃなくて、ジャコウジカなの？へぇー。はぁ、今は何でも簡単にインターネットで検索できますな。ジャコウってつくのって、昔から、うん、日本でも、うん、珍重されてきた匂いの成分の出る、うん、動物のことを言うのよ。はいはい。ジャコウって何でも。で、ジャコウのことを海外ではムスクって言ってて、それでムスク系っていうのは動物系で、こういうジャコウの、動物から取った匂いなの。でもこの匂いが女性が好きなんでしょ？これが女の子のフェロモンを刺激すると昔から言われてるわけ。なんだろう。動物性だからですかね。そうだと思うよ。だからジャコウジカも、うん、メスを寄せるときに使うフェロモンを出すわけ。それの匂いなのよ。だから女の子を寄せるための匂いだから、うん、それを使ってるからじゃない？これもなんか、手のね、表と裏にいっぱい小筋がついてる。お前の左手がものすごい匂いになってるな。すごいことになってる。うん。ちょっとした大パニックになってるってか。締めましょう。って聞いてんのかよ、アメリカ！ああ、聞いてなかった！ほんとに人の話聞かねえな！ペタリラ！世界の歩き方。はーい、行きますね。何ですか、このコーナーは。このコーナーはですね、はい、海外旅行に行った時の思い出や、うん、各国の豆知識などを募集するコーナーですね。うん、今回はフランスの特集なんですって。へー。こちら、デメちゃんからいただきましたけど。ありがとうございます。私は空港の国際線チェックインカウンターで働いています。うわ、いいな。どこのだろう。フランスの某航空会社のチェックインの担当なのですが、だって、チケット横流ししてほしい。なんとこの航空会社だけ通訳の方がわざわざ外部から来てくださいます。うん、通訳さん曰く、うん、フランス人はフランス語が一番美しいと思っているからね、とのことでした。うん、そうでしょうね。確かに英語でいろいろ伺ってもフランス語で話してきます。やっかやな。いやらしい性格だね。フランス人ってね。ちなみによくドイツやフィンランドなど北欧系のお客さんも来られるのですが、うん、英語がかなりお上手でした。そうでしょうね、うん。だって英語は本当はできるんだもんね、みんなね。うん、ある意味フランス人はどこに行ってもフランス人だなといつも思います。いや昔からそう言いますよね。ものすごく国の意識が強くて、うん、絶対英語で聞かれても、うん、英語が分かってるのに決まってるのにもかかわらず、うん、はっていう。え、そうなんですか、フランスの人って。そうだよ、フランス語で話しかけてって言うんだよ。まあ日本語じゃない、ボンジュー、ボンジューって言って、ハローって言っちゃうと、ハローって言ったら、あはん、あはん、あはんはもう英語じゃないシルブプレシルブプレなんシルブプレなん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 シルブプレシルブプレ顔だからねそれ顔だからね。コリさんってフランス語か英語かなんか他の母国語以外何かできますか？母国語だけですよ。あと関西弁ですよね。お前は和歌山からな。関西弁関西弁シルブプレ大阪さんあれフランス行ったじゃないですか、昔。行きました、行きました。違います、ドイツです。あ、ドイツか。うん、ドイツに行ったんです。ドイツか。うん。どうでした、でも。ドイツ人は優しかった。優しかった？やっぱり、第二次大戦のことがあったから、うん、日本人のことをものすごく大事にしてくれる。へぇ。未だにだよ。そうなんですか。ほんで、25歳ぐらいのね、うん、男の子が声をかけてきてくれたの。ドイツ人なのにもかかわらず。もしかして、日本人じゃないって言って。おう。そしたら。お母さんのこと全く知らないのに。そう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 。うん、日本人じゃないって言われて、
あ、そうなんですよ。今ちょっとソーセージ食べたいんだけど、うん、買い方わからなくて、うん、日本語わかるんですか？教えてもらえますかって言ったの。うん、下買ってきてくれたのよ。それで、もう本当ありがとうって言ったら、うん、あ、僕原宿に住んでました。3年間って。日本人が大好き。じゃあ日本の方を見て、久しぶりに、うん、日本の人だと思って話しかけてくれたんですかね。そうそうそう、もう本当の親切心だけで話しかけてくれたの。すっごいいい人いますね。すごいいい人ですねって言ったら、うんうん、アメリカ人だったら絶対しないおっとそれぐらい、うん、日本人のことを大事にしてくれた。うわ、嬉しいですね。その子だけじゃなくて他にも、うん、コーディネーターのドイツ人の人もものすごく親切だったもん。へえ。この番組でいつドイツ行く？うん、いや、ドイツは本当もう一回、お城がものすごい綺麗なの。もうお城で、いや、公録。ねえ。お城で公録。お城を改造したレストランに連れてって。なんとか、シュタイン城とかね。もう、なんとか、ベスハ、バッシバラ、スタイン城みたいな。シュタイン城みたいなやつで。ベッセルブル、ブルンディリ、ダッサラ。ベルベル。もう、ダッサラしましたみたいなね。もう、すごいお城がもう、ダッサラしてませんけどね。はい、お城と川がものすごい綺麗なのよ。なんかよくね、旅行番組とかで、うん、お城でね、うん、後ろにこう、森とかがあって、山並みが、ね、綺麗で。あのまんまよ。なんか絵本のままね、出てきたみたいな。本当にそう。ああいうとこ行きたいですよね。めちゃくちゃ綺麗だね。番組のお金で。マジですね。ほんと、ヘタリアなんてさ、だいぶ儲かってんだからさ、俺たちに還元して叱るべきだよな。ほんとですよ。で、なんか変な香水にはいっぱいお金使ってるくせに。変って。もう一つ行きましょう。わかりました。はいはい。ラジオネーム、はい、マカロンスキーさんがいただきました。マカロン大好き！ありがとうございます、はい。数年前にフランスに旅行に行ってびっくりしたことがあったので投稿します。ある朝、パリの街中を観光バスに乗って移動していた時のこと、うん、ボート外、窓の外を眺めていると、さっそうと、歩道を歩く一人の男性ビジネスマンを発見。はいはい、左手には黒いアタッシュケース。右手には、なんと、1メートル弱くらいの長さのフランスパンが握られているではありませんか。それフランスパンの会社の人なんじゃない？しかも袋も一切なし、剥き出し、剥き出しの状態で、バスガイドさん曰くこれは標準装備なんだとか、まあ剣みたいなもんですね。フランスの人は朝食にはジャムやバターをつけたフランスパン、昼食には何にもつけずにそのまま食べるフランスパンなんだそうです。だからきっと長いフランスパンもその男性の朝食兼昼食だったのに違いありません。こうフランスパンの形をした書類を入れるケースっていうこと考えられないの？それかもしれないよね。うん、もしかしたら、なんか地図とか入ってるかもしれないね。うん、そうだよね。図面がね。あと、博報堂の社員だったらさ、いつも長い書類ケース持ってんの、ね。あれじゃねえの？違うな。もしかしたら、プレゼンなんじゃない、うん、フランスの、日本の人がね、やっぱり朝ね、遅れるときに、うんうん、パン、食パンを、食パンを口に加えて、角を曲がるところで女子高生と勝ち合わせになる。フランス人はだからそのパンが、あんなもんないからね。あんなもんアニメの中だけだからね。フランス人はだから、フランスパンを抱いて、わーって走ったら、女の子の、入っちゃうみたいなね。ボンジュールっていうの。おぉ。トレビアーン。トレビアーン。お前怒られんぞ、フランス人に。いや、でも、パン屋さんとかでね、うん、パン買ってると、うん、フランスパンとかってみんな買うのかなと思うんですけど、うん、やっぱり、海外から来た方って、うん、みんなね、割とフランスパンの長いやつを買ってる人が多いんですよ。うちも買うよ。ワイン飲むときは必ず買います。どちらの国の方？ボンジョー。今でしょ。あ、じゃあ違うの？このタイミング違った。違う。もうなんだよこれしか教えてよ。ちゃんいつフランス人になるんですか？何が？でこれもう一つだけ行こうかな。もう一つ行く。ライラさんからいただきました。ありがとうございます。先日初めてフランスへ旅行し、美しい街並みとおしゃれな雰囲気のフランスが大好きになって帰ってきました。パリ北部の観光地にあるお土産屋さんにフランス人の友人と行ってきたのですが、エッフェル塔の写真とフランス語で俺のエッフェル塔を見ろと書いてあるパッケージに入ったゴム製品が、あ、こんだね。フランス人の友達は、こんなの彼氏にあげたらプレッシャーだよねと大爆笑でした。下ネタは世界共通ですね。俺のエッフェル塔を見ろ。先がとんがってんのか、フランス人の、ここは。そうじゃないですか。うん。あと、裾が広がってて、狩がねえんだな。それ、シマウマのチックみたいな感じ？あ、こういう風になってるからね。シマウマのチックドリルみたいな。こうなってるよね。うん。シマウマに限らず、だけどね。うん。豚もそうだしね。あ、そうなんですか、うん、豚ドリルみたいになってて、抜けづらくなってんだよ。あ、そうなんですか。そうだよ。
は暴れても受けないように。下のことだったら何でも俺に聞けよ。何でも知ってるから、動物のことでも。じゃあ男性のあの首の部分も引っかかって抜けないように、うんうん。そうだよ。お前それも知らなかったの？知らない知らない。女の子の入り口って閉まるようになってるでしょ。あそこだけ、あの、巾着状になってるわけよ。うん、で中は広くなってるでしょ。あそこって、っぽこのっぽが入って、抜けづらくなるためだよ。なるほどね。だから、っぽのでかいやつは、いい女の子が気持ちいいっていうのは、っぽの裏側で、っぽを責められるからだよ。そういうことなんだ。そうだよ。じゃあそこの、あの、巾着の袋の、口が緩い子はどうなっちゃうの、うん、緩い子は、ボンジュールだよ。さ、というわけで、こんな感じですね。はい、以上、世界の歩き方、フランス特集でした。海外体験や、各国の豆知識など投稿お待ちしています。さてエタリナズだ。お前さ、何匂いを嗅ぐなよ。臭いんだって。香水だから。香水が。香水は臭くない。香水臭いし。あ、言ってみろ。香水は臭くない。香水は臭いし。香水は臭くない。いつ言えばいいんですか。今でしょ。さて、ヘタリラザ・ビューティフルワールド、フランス編その1はもうお別れの時間となってまいりました。はいはいですね、ここで番組からのお知らせです。あります。たくさんありますからね、よく聞いてくださいよ。はい。アニメ、ヘタリラザ・ビューティフルワールドが好評配信中。嘘だ。知ってますよね。アニメート TV と携帯サイト、モバイルアニメートにて、毎週金曜日の16時から、ニコニコ動画にて、毎週月曜日の21時から配信中です。なるほど。そして、これまでの配信を見逃してしまったよーという人に朗報です。何何？俺です俺です。5月12日まで一部の話数を無料リピート配信しますだって。わーラッキー。配信スケジュールが変更になる可能性がありますので、あアニメと仕方ないね。詳しくはアニメ公式ホームページなのでチェックしてくださいね。はい、決まってから発表してください。本当だよアニメと。アニメヘタリア、うん、ザ・ビューティフルワールドの DVD ボリューム1がそっちだ。絶賛発売中です。アニメ本編5話に特典映像として未配信のエクストラエピソード1話を収録と、うん、そんなの撮ってないぞ。6本っていうことで、だから DVD1 本30分ですね、うん、30分で何千円撮るんですかね。2030円もっともっともっと。2030宇宙の旅、2013年宇宙の旅、もう違うことになってきてるから。初回限定版ボリューム1の映像特典は、うん、イタリア役の並川大輔さんと、日本役の高橋宏樹さんの実写座談会となっております。あ、こういうのついてるんだ。こんなんついてる。こういうのついて1時間ぐらいかな。あ、じゃあ高いね。さらに封入特典として、うん、非売品、ボーカル CD など、うん、何撮ってないよ。撮ってない俺たち。など、豪華な、特典満載となっていますので、ぜひご予約の上確実に手に入れてくださいね。バカ。あ、これ初回限定版だけみたいですね、これは。なるほど。はいはい。ヘタリアキャラクター CD2、2か。CD2 の、ボリューム 1&、ボリューム2、ややこしいな、の発売が決定しました。ボリューム1はイタリア、そしてボリューム2は、日本の楽曲を収録予定となっております。こちらもぜひチェックしてみてくださいね。よろしくお願いいたしまーす。その他ヘタリアに関する情報は公式ホームページヘタリア .com にてお願いします。ウェブラジオヘタリラザ・ビューティフルワールドでは、皆さんからのメールを募集しております。はい、ここ大事ね、各パーソナリティへのメッセージや各国の名言、ことわざ、ジョーク、海外旅行、海外生活の体験談、おあと、の体験談、あ大事、各国の豆知識、あと性的な豆知識など。各国のこれ違いの違いをね、教え、どこにとかね。そうそうそう。私たちはが普通ですよみたいなね。攻めるかとかね。そういうの大事ですから。メールフォームからどんどんお送りください。ウェーブラジオヘタリラはアニメート TV で各週金曜日更新。次回の更新は5月24日になります。小西の日ですね。そうですよ。次回、小西編のパーソナリティは、はい、僕、アメリカと、そしてフランスでお届けします。お楽しみに。お楽しみに。さあ、ということで、はいはい、今回のお相手は、はい、フランス役の小野坂雅也と、アメリカ役の小西克之でした。それでは皆さん、オールボワール。バイバーイ。